ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は家庭内で起きた悲惨な事件について紹介するぜ。家庭内の事件ね。一体どんな事件なの？至って普通の家庭内で起きた事件だぜ。まあ、その動機が衝撃的なんだけどな。動機が衝撃的？気になるわ。動機に関しては後ほど紹介するぜ。家庭内でこんなことが起きるなんて、怖すぎて体がブルブル震えるわ。それでは、埼玉県母親殺人事件について紹介するぜ。ゆっくりしていってねー。事件は2021年3月15日午前、埼玉県埼玉市のある一軒家で起きた。事件当日、犯人である息子は2ヶ月ぶりに実家に帰ってきた。約2ヶ月間息子は何をしていたの？おそらく、いろいろなところで放浪生活をしていたんだろうな。なるほどね。残された家族がかわいそうだわ。家族のストレスは相当なものだったはずだ。家族は心配して、警察に行方不明届を出したの？もちろんだ。すぐに警察に相談して出したぜ。そして、家出から約2ヶ月後の事件当日に、息子が突然帰ってきたのね。そうだ。ある目的があって実家に帰ってきたんだ。どういう意味？話を聞いていればわかるぜ。息子が突然帰ってきた時、母親は息子が帰ってきたことに泣いて喜んだ。行方不明になった自分の息子が帰ってきたら、そりゃ安心して喜ぶわね。母親は息子が帰ってきた時に、警察に行方不明届を取り下げる電話をした。きっと警察の方もこの連絡を聞いて安心したに違いないね。しかし、母親が安心しているのも束の間だった。すぐに、警察の電話口から悲鳴が聞こえた。何か良くないことが起きたのね。その通りだ霊夢。ただ覚悟して聞いてくれよ。この時息子は電話をしている最中の母親を思い切り刺したんだよ。その時にできた刺し傷の深さはなんと15センチにも達した。さらに、傷が心臓に達していることが後に判明したんだよ。恐ろしすぎる。自分の母親を殺すなんて本当にありえないわ。そうだ。息子は母親に対して強い殺意を持ち、母親を思い切り刺したんだ。怖い、怖い、恐ろしすぎるわ。なんて恐ろしい目的で息子が帰ってきたのよ。息子は母親から電話を代わり、警察に私が母親を刺しましたと言ったんだ。その後、すぐに所轄の警察官が駆けつけたが、そこにはあまりに凄惨な光景が広がっていた。駆けつけた警察官は血まみれで倒れている母親とその横で立ち尽くす息子を発見したんだ。とても悲惨な光景なのがわかるわ。母親は、病院に緊急搬送されたが、残念ながら、1時間後に病院で亡くなった。亡くなった母親が無念だわ。ご冥福をお祈りします。息子が生みの親を殺すのは本当にありえないな。ありえないわ。本当に残された家族がかわいそうでたまらないわ。一方で、息子はそのまま家に泊まり警察に殺人未遂の容疑で逮捕された。その後母親が亡くなったため、殺人容疑に切り替えられた。大切な人の命を奪ったから、捕まって当然だわ。それよりも、息子が逃げなくてよかったわね。もし、息子が逃げていたら大変なことになっただろうな。逃げなくてよかったぜ。その後、息子は警察署に連行され、取り調べを受けることになった。取り調べは、どんな感じだったの？息子は取り調べに素直に応じ、自分のやったことを素直に認めたぜ。容疑はきちんと認めたのね。息子は事件について何か供述したの？ああ、動機について供述した。でも覚悟した方がいいぜ。なんか動画冒頭で、衝撃的な動機だとか言っていたよね。動機は、何もかもが嫌になり、刑務所に入り、人生をやり直すために母親を殺すという、あまりに身勝手なものだった。予想より衝撃的すぎるわ。あまりに自分勝手すぎるわ。でも、何もかもが嫌になったってことは、息子は人生に絶望していたんだろうね。何かきっかけがあって、息子は人生に絶望して家出をし、帰ってきた後に殺しをしたのね。そうだな。それでは次は息子の生い立ちについて紹介するぜ。息子の樺沢優斗は、埼玉県の共働きの家庭の長男として生まれた。家族構成は、樺沢、弟、両親の4人家族だ。ほうほう。ごく普通の家族構成だね。樺沢の母親はとてもしっかりとしていて町内会の班長をやったことがあり、近所からの評判はとても良かった。きっと母親はとても真面目な方で、近所からの信頼が厚く、頼られる女性だったのね。また、樺沢の父親はとても家庭的で、よく家族と一緒にスーパーに行っていたそうだ。きちんと協力し合えるいい家族じゃない。樺沢は小学校、中学校、農業高校、大学に問題なく入学し卒業したんだ。特に問題なく順調に育ったんだね。幼少期の樺沢は、とてもおとなしくてトラブルも起こさない子だったぜ。また、樺沢はとても愛想が良く、外で人と会ったらニコリと微笑む子だったそうだ。
カバサワはおとなしくていい子だったんだね。また、中学生になり太り始めたカバサワは、卓球部に入部した。どうして卓球部に入部したのかな？それはわからないが、カバサワは意外にも卓球ができたみたいで、腕前は同学年の中では真ん中だったぜ。同級生はあいつは太っている割に意外に器用だと言っていたぜ。へえ、カバサワは意外にも運動神経が良かったのね。学校ではどんな感じだったのかな？学校ではカバサワは勉強やスポーツに目立ったものはなく、地味でおとなしい印象だった。また、カバサワは同級生からカバちゃんって呼ばれることもあったぜ。へえ、同級生とはきちんと仲が良かったのね。また、特に喧嘩やいじめなどのトラブルを起こすこともなかったぜ。さらに、カバサワはアニメが好きで、特に女子中学生の日常を描いたアニメが好きだったぜ。ここまでの感じだとカバサワは、おとなしくてアニメ好きの中学生っていう感じね。ただ、カバサワはアニメの話で盛り上がっていても、急にテンションを下げることがあったそうだ。カバサワは気分が変わりやすいところがあったのね。また、普段は地味でおとなしいカバサワでも、表現する時があったんだぜ。カバサワには不気味なところがあったのね。カバサワは中学時代に2回ぶち切れたことがあった。1回目は、クラスメイトにいびられた時で、2回目は、卓球部で同級生にいじられた時だ。2回ともこの野郎と怒鳴り声を上げたが、トラブルなどは起こらなかった。カバサワは怒りを溜め込んで爆発するようなタイプの感じがするね。カバサワはおとなしい子というイメージを周りの人は持っていた。だから、この出来事はカバサワの周りの人は驚いたぜ。確かに、周りの人が驚いてもおかしくないね。このようにカバサワは気分が変わりやすいところと、怒りを溜め込み爆発するという、危険なところを持ち合わせていたんだ。カバサワは怒らせるとまずい子だということがわかったわ。なんか危ない気がするわ。また、この時からカバサワは母親に対する不満を持ち始めるようになる。いい母親なのにどうして不満を持ったの？それは、母親が信仰宗教を信仰していたからだ。それは嫌だね。カバサワがよく思わないのもわかるわ。ああ、母親が信仰宗教を信仰することに対して家族がよく思わないからな。それで、カバサワは母親に対してマイナスイメージを持つようになったのね。実際にカバサワは周囲に母親が信仰宗教を信仰していてうざいと不満を言っていた。また、カバサワの母親はとても過干渉に近いようなところがあった。具体的にどんなところが過干渉なの？カバサワが毎回外出するたびに、母親は玄関まで来て見送っていたんだよ。この二人の光景をよく見ていた近所の人は、とても仲の良い親子だと思っていたぜ。別にそれはただのいい母親じゃない。そこまで嫌に感じるようなことではないわ。おそらく、ここに信仰宗教を信仰しているというマイナス要素が加わったことによって、カバサワは母親のことが嫌いになったんだと思うぜ。確かに、親が信仰宗教に入っていることが周りに知られれば、よくは思われないからね。母親との微妙な関係が続く中、カバサワは高校時代に地元のスーパーでアルバイトを始めた。どのくらいアルバイトを続けたの？カバサワはスーパーでのアルバイトが気に入ったのか、大学卒業まで働き続けたぜ。とても、長く働いたのね。カバサワはトラブルを起こさなかったのかな？特にトラブルなどは起こさず、カバサワは真面目に働いていて、職場からの評判は良かった。大学卒業後、カバサワは地元のスーパーに就職したぜ。アルバイト時代の経験があるから、カバサワは楽に働くことができたんじゃない。一体どんな業務をしたの？カバサワはアルバイト時代と変わらずレジ打ちを担当していたぜ。じゃあ、なおさら楽に仕事ができそうじゃない？残念ながら霊夢。その考えは大間違いだ。どういうこと？慣れ親しんだ仕事なのに、カバサワはレジ打ちの仕事をしているうちに、ストレスを感じるようになったんだ。どうしてなのよ？アルバイト時代と仕事が全く変わらないのに、その明確な理由はわからないが、アルバイト時代と違うものを感じたからかもしれんな。社員になったことで、責任感とか、職場の人間関係とかに疲れたのかもしれないね。カバサワはストレスを溜め込み、うつ病を発症した。それから、カバサワはスーパーの仕事を辞めたいと思うようになった。お気に入りの仕事を辞めたいと思ったのは、相当精神的に疲弊していたんだろうね。そして、スーパーに就職してから約9ヶ月後の、2021年の1月にカバサワはスーパーを退職したぜ。このことを家族はどう受け止めたのかな？カバサワは仕事をすぐに辞めたから、家族はよく思わず、冷たく接したかもしれないな。それでカバサワは、ますます嫌になり、人生に絶望を感じ始め、家出をしたのかもね。家族が、うつ病を患っているカバサワに対して寄り添っていれば、変わっていたかもな。でも、カバサワは家出をして人生に絶望を感じながら、あの恐ろしいことを思いついたのね。ああ、次はカバサワの裁判について紹介するぜ。警察の取り調べで犯行を認めたカバサワは送検され、検察の尋問を受けた。
その後は起訴されたんだよね。その通りだ、霊夢。もちろん、検察は樺沢を殺人罪で起訴した。その後、埼玉地裁で裁判員裁判の後半が開かれた。裁判員裁判は主に凶悪な事件の裁判で開かれるぜ。ということは、この事件はそれほど凶悪な事件だったってことを意味してるよね。弁護側は被告人が事件当時うつ病を患っていたことを指摘した。その上で、被告人がもしうつ病を患っていなかったら、今回のような凶行をすることがなかったとして、7年に満たない懲役を主張した。弁護側はうつ病を発症したことが原因で、犯行をしたと主張したのね。それに対し、検察側は被告人はうつ病を患っていたのは事実だが、母親が2階に上がっている隙に、包丁を取りに行ったという点から、被告人は正常に判断する力があると指摘した。なるほどね。包丁を取りに行ったということは明らかに殺害目的なのがわかるわね。また、母親の司法解剖の結果、母親の心臓に傷が達していたことが明らかになった。このことから検察は、樺沢は強力な殺意を持って犯行に至ったと主張した。強い殺意がなかったら、そこまで傷が達することもないわね。検察は被告人に懲役14年を求刑した。なるほど。判決はどうなったの？初公判から裁判が続き、2021年12月22日、ついに判決が出た。もちろん有罪だよね？もちろん有罪だ。無罪になるわけがない。樺沢は10年の有期懲役の判決が下された。なんで検察の求刑より短くなったの？それも説明を聞いていればわかるぜ。裁判長は判決理由として、樺沢の犯行は非常に危険で執拗であり悪質だと述べた。また、刑務所に入って人生をやり直すという動機で人を殺すという犯罪を決意したことは、殺意は強固で、安易かつ短絡的で身勝手なものだと言わざるを得ないと述べた。なるほど、ここまでは基本的に検察が述べていることと同じね。ただ、被告人はうつ病を患っていたのは事実であり、必ずしも犯行に影響を与えていないと言い切ることはできないとしたんだ。なるほど、うつ病の影響を考慮したのね。犯行をするまでの経緯や動機形成の過程において、うつ病が影響しており、被告人のみを責めることができないとも述べた。うつ病の影響を考慮した結果、検察の求刑よりも短くなったのね。でもうつ病を患っていたことが事実でも、絶対にやってはいけないことだ。どんな状況や環境であれ、絶対に人を殺してはいけないわ。樺沢は刑務所できっちりと反省して、二度とこんなことをしようと思わないでほしいぜ。このような事件が二度と起きないことを願うわ。本当に身勝手でむごい事件だわ。刑務所に入ったら、むしろ人生が厳しくなるわ。刑務所に入っても、人生のやり直しはむしろ厳しくなるだけだぜ。母親のことが嫌なら、一人暮らしをすればよかったのに。人生をやり直す方法は、他にいくらでもある。樺沢が他の方法で人生をやり直しをすれば、こんな悲惨な事件が起こらなかったのだろうな。本当よ。樺沢は間違った方法を選択したのよ。いずれにしても、こんな身勝手な動機で殺された母親がかわいそうでならないぜ。こんな悲惨な事件が今後二度と起こらないでほしいわ。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために、役立てていただければありがたいぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。